キッチン南海は東京都を中心に展開する洋食店である。本店はかつて東京都千代田区神田神保町にあり、2020年6月26日に閉店している。また、のれん分けされた店舗が各所で営業している。カレーライスやカツカレー、生姜焼き、揚げ物、フライを主軸にしたメニューに特徴がある。メニューや価格は店舗によって異なる。 南山シュゲルが1960年に東京都千代田区飯田橋で創業1966年に千代田区神田神保町に移転した。店名は南海ホークスに由来しチームカラーの緑色が店の看板にも使われている。学生街におけるマージャンブームの高まりを受けて1970年代には 神保町内の雀荘への出前を目的とする支店が5店舗展開された。これらの支店はブームの落ち着きとともに閉じられたが、その際に得られた資金で、平成初期に本店の大規模な改築が行われた。この店で修行した料理人が独立して、キッチン南階の店名で開店したことから、神田神保町の他にも都内や近県に20近くの同盟店舗が存在する。 独立時の条件が、大衆的な値段のみだったため、メニューや価格は店舗によって異なる。昼時のキッチン南海東京都千代田区、神田神保町にて営業。出版社の多い地区に近いため、かつカレーを中心に、編集者や作家にも愛好家が少なくない。文芸評論家の福田和也は、実長でたびたび取り上げ、神保町の顔、これは文化財であるなどと評している。 対談場所としても用いられるなど、分断では知られた店舗である。各界に常連がいることから、マスメディアで紹介されることもあり、ランチタイム、夕方とも、行列のできていることが多い。客層は、若者から高齢者まで幅広い。代金は食後に支払う。飯田橋から移転した際は、近隣の雀ーに、麻雀しながら食べるのに、カレーは、ぴったりと宣伝したこともあり。 出前のサービスで好評を博した。入居するビルの老朽化のため、2020年6月26日をもって閉店した。キッチン南海のカツカレーキッチン南海の豚の生姜焼き東京都千代田区神田神保町の店舗からのれん分けされた各店は、東京都内を中心に各地で営業している。東京都世田谷区北沢の下北沢駅に近い店舗には、 ハンバーグライスというメニューがある。手作りのハンバーグに目玉焼きが添えられる。代金は食後に支払う。世田谷区祖師谷の祖師谷大倉駅から北側に伸びる商店街にある店舗は店内の自動券売機で注文の前に支払う方式をとっている。千代田区神田神保町の店舗と同じく黒いカレーが名物である。メンチカツとクリームコロッケを乗せるカレーライスもある。 南側に伸びる商店街にある店舗のオーナーはあえて南海の名前は、語らず、キッチングリーンとして独立展開。黒いカレーはもちろん、生姜焼きや揚げ物にも力を入れ、定食には味噌汁も提供している。スペシャル盛り合わせメニューがあり、エビフライ、ヒレカツ、チキンカツ、串カツ、クリームコロッケ、生姜焼き、白身魚フライ、ロースカツのいずれか3品を選ぶ。 かつて、世田谷区豪徳寺にあった店舗は、カウンター7席とテーブル席を備える、小規模店で、豪徳寺で、定食屋といえば、名前の上がることもある店だった。東京都新宿区下落合の高田の馬場駅に近い店舗も、店内の自動券売機で食券を購入してから、注文する。味噌汁や目玉焼きのつくメニューがあるのも特徴である。ハンバーグライスも提供していて、 注文を受けてから焼き上がるまでおよそ15分かかることが示されている。新宿区戸塚町にある、早稲田大学近くの店舗は、他店舗にあるメニューに加え、メンチカツや味噌カツといった品書きもある。店内の自動券売機で食券を購入する方式、ヤング南海と呼ばれることもある。早稲田大学の学生からは、味とコストパフォーマンスが評価され、同じく大学周辺にある。 キッチンおとぼけ、早稲田の弁当屋の2店とともに、三大油田と総称されている。2020年6月時点。ありがとうございます。